第4回の今回は、メンズファッション誌の老舗中の老舗の一つであります、世界文化社のメンズ EX の、金森編集長をお尋ねしております。編集長どうぞよろしくお願いいたしま す。もう今 EX は老舗だっていうふうに申し上げましたけれども、どの程度の老舗ですか？1994年に創刊しまして、今年の4月で、25周年目に突入する、25周年イヤーに突入する。あ、すごいですね、はい、四半世紀ですか。そうですね、じゃあ何か特別な企画とか、はい、編集長オリジナルの考え方とか反映されてるんですか？はいはい、よく雑誌ってこう世代でよく切られることって多いと思うんですけども、多いです。例えばよくターゲットはおいくつですか、まあ、必ず聞かれますよね、それね、はい、うん、でなんかそこいろいろ考えてて、うん、メンズ EX ってそもそもこのターゲットでいくつっていうのがちょっと違うんじゃないかなって、うん、年齢ではなくて、うん、そのスーツを着る人っていうのを、背骨にして、うん、それぞれに合った、例えばモデルさんだったりとか、うん、そう年相に見えるモデルさんを、うん、起用しながら、うん、見せていきたいなっていうのがありまして、うん、それをこう25周年イヤーからスタートさせて、うん、こう点ではなくて面でこう盛り上げていければなというふうには思っております。なるほどね、はい、僕はねメンズクラブっていう雑誌をね、はい、まあ、しばらく、はい、担当しておりましたけれども、はい、やっぱりねメンズEX と、ね、はい、メンズクラブの違いはね、はい、やっぱメンズクラブっていうのは IB を、ね、そうですね、はい、どっかにその背骨の中にあるわけですけど、はい、メンズ EX の場合やっぱりねクラシコっていうね、はい、あれがあるんですけども、はい、ありますね、はい、でこれからのね、はい、メンズ EX と、はい、クラシコイタリアっていうのはどういうふうな感じで、はい、特集されたり、はい、取り上げられたりするのか、ちょっとそこら辺の考え方を伺いたいですね、はい。メンズ EX は本当にクラシコイタリアというところで支えられてきて、うん、でまあ、そこはとても大事にしております、うん、でもちょっといろいろ考え方変えたいのかと思ってまして、うんうん、そのクラシックにとらわれすぎて、うん、今のニーズに合わないようになってしまう世の中が一番怖いなと思ってるんですよ、うん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 、例えば昔ちょっと前だったら邪道だって言われてた多分機能系のスーツ、はいはいはい、ありますよね、はい、そういったスーツもこのファッションの観点から見たらもしかしたら邪道かもしれないんですけども、うん、まあ、まだまだこの暑い中、うん、営業回りされてらっしゃる40代は汗かくだろうし、まあ、雨の日でも動くだろうし、そういった方にやっぱり機能系のスーツだったりとかした方がいいなと、うんうんうん、でそうじゃないもっとこうエグゼクティブな皆さんだったりするのはこう車で移動される方も多いでしょうし、そういった方はクラシックイタリアのやっぱ高級なスーツを回し立てられたりとか、うんうんうん、着られたりすることが多いかなと思うんですけども、うん、まあ、そういったこうクラシックイタリアと、うん、まあ、今流のそういったトランドっていうのはこうミックスフュージョンしながら、うん、なるほどね、はい、紹介はしていきたいかなというふうに思ってます。ここのところね、はい、スーツの考え方っていうのが、はいはい、僕はだいぶ変化が出てきてるなと、はい、最近は確かメンズ EX さんでも特集されてましたけども、オーダーメイドの、はい、あれが多くないですか？多いですね、うん、スーツの本質ってやっぱりこの高い安いとかではなくて、はい、やっぱりこのいかにこう自分の体に合ってるかっていうことが大事かなと。なるほど。なんかどんだけ高いスーツでも、うん、自分の体に合ってなかったらそれだけで全然かっこよく見えないし、うん、カスタムオーダーだったりパーソナルオーダーっていうのをまずこのトライして、うん、まず自分の体に合ったスーツ、うん、そんなにこう高いものではなくて、うん、そういうところでこうチャレンジして、うん、いかにこう自分の体に合ったスーツを着ることで、うんうん、見え方が変わるかっていうのは、でまた着心地もいいですよね。全然違います、はい、着心地は本当に手に突っ張らないですし、はい、まあ、もちろんメンズ EX をね、はい、お読みになれば、そういうドレスアップあるいはスーツの着こなしのね秘訣が出てることは分かるんですが、はい、それ以外にね、自分のセンスアップを、はい、測るためには、はい、編集長はどんなことを心がけてらっしゃるんですか？自分を例にするのもあれですけども、うん、やっぱなんかこう服だけにとらわれない、うん、いろんなこうアクティビティだったりとかを、うん、やっぱしてい
行けるといいのかなと、やっぱりこのどっか旅に出かけるだったりとか、何かこうアクティビティ、例えば今、冬ですと、スキーだったりとか、私もスキー始めたんですけども、うちにこもってちゃダメだってことですよね、いかにね。だからそういったこういろんな情報から、そこで会う人、いろんな素敵な人に会って、やっぱり自分っていうのを磨かれていくんじゃないかなというふうには思っています。これからのね、男性にドレスアップを進めるときにね、金森編集長としてはね、どういうスタイルを今おすすめですか？トレンドとかで言うといろいろあるんですけども、もう個人的なあれでいいですか？そう、もう個人的なものが期待、なんかやっぱりこのどうしてもやっぱ実家に帰れるかどうかっていうのは自分の実家にそれはどういう意味ですか？要するに都会で、都会の中で都会で生活してると全然すごく着飾っても、とても馴染むんですけど、馴染むんですけど、やっぱり自分だったらそういったこう地方から上京してきて、編集長はどこから、滋賀県ですか？滋賀県です。滋賀の実家にも帰れるスタイル、実家に帰って近くのおっちゃんおばちゃんにこういろいろこう、こういいねって言ってもらえるか。面白い発想だねでも大事なことですよね、大人としてはね。そうですね、私が考えるドレスアップっていうのは、やっぱり相手が、お会いした相手がなんか不快感だったりとか、なんかこの人チャラいなとか思われない方が思われないことが私なりの、なるほど、ドレスアップかなという、チャラいと思われない、はい、なるほど、面白いね、というのはちょっと思いますね。そういう編集長の新しい視線と提案に入った、提案が入ったメンズ EX はこれからも楽しみですね。ありがとうございます。頑張ってください。どうもありがとうございます。